私の作品は現実との対照を意図して制作しました。亜鉛結晶を作品に取り入れてタイル状に底面を構成しました。結晶は個々に表情が異なり同じ模様がないのでじっくり見てみると面白いと思います。タイル状に置かれたフィギュアも個性を持っており互いに存在を主張しています。フィギュアについては人を模して制作しました。私の作品は現実世界との対照を意図して制作したものになります。綺麗なものとは何だろうか、目の前に見える景色や人工物だけではなくまだ見えていないものが足元にあるかもしれないという思いを作品に込めました。今回私は卒業制作にて生命という立体作品を制作しました。日々数多くの細胞が集まり分裂を繰り返すことで我々の体はできています。そんな体内で行われる生命の営みを表現しました。この作品の見どころはピンクの粘土や赤の顔料を使うことで体内の生々しさやグロテスクな部分を表現している点です。加えてピンクや赤のポップな表現をすることで作品を見た人の印象に残る作品制作を目指しました。私が卒業制作で研究したテーマは子どもの発想力の面白さを作品で表現するための研究です。私自身子どもの頃を思い返してみると大人になった自分では思いもしないような発想や考え方をしていました。いつしか私たちは成長するにつれて子どもの頃の自由な発想や考え方を失っているのかもしれません。子どもの頃にどんなことを考えて毎日を過ごしていたのか、私の作品を見て子どもの頃の豊かな発想や考え方を思い出してみてほしいです。私がこの卒業研究で苦労したことは研究テーマの設定です。私自身が興味関心を持っているものは何か、また自分以外の人が興味関心を持っているものは何か、2つの観点を明確にすることで私が作品を通して鑑賞者に伝えることのできる研究テーマを見出すことができました。以前から目に見えないものの表現について興味があったので、作品テーマとタイトルを愛と無関心にして、連作として対になった作品の作成を行いました。卒業論文で漫画を取り扱い、細かな表情変化や背景、吹き出しの形など様々な方法での人物表現を理解したこと、そして一目見た時からずっと好きだったアルフォンス・メシャの女性像と関連させて本作品を完成させました。私は愛の反対は無関心だと考えています。それらを水彩画特有の淡い色使いや花言葉、ほんの少しではありますがモデルの表情の変化などを利用することで違いを表現しました。